はい、ゆめです。こんにちは。どうも。8月になりましたので、トゥデイが新しくなりました。早速紹介したいと思います。8月のシーズントゥデイはですね、引き続きジャック・スパローになります。黒いトゥデイ、インパクトあるよね。まあ人でもね、7月8月連続でジャック・スパローだったんだけどもね。はい、やっぱりね、このパイレーツイベントのトゥデイはやっぱジャック・スパローの表紙は欠かせませんね。はい、中身の方紹介早速いきましょう。はい、シーのトゥデイ中面紹介になります。はい、こちら先月とまあ同じですかね。はい、皆さんゲットウェットどうですか、見れましたか？ゲットウェット、俺はねとミッキー広場、ミッキー広で2回見ました。で、1回目はですね、あの先着で朝一行って、で、その後ですね、なんと抽選当たったんですよ。しかも B-1 って言ってね、あの右広のね、最前列が当たったんですね。いやー、よかったよかった。はい、もう今年はですね、ゲットウェット、これ以上いい席がないので、はい、もう大満足でした。はい、皆さんどうですか、ゲットウェット。去年と違ってね、なんかみんなで遊べるダンスのシーンがね、大幅に加わったりして、かなり一体感は去年より増したので、はい、満足度かなり皆さん高いんじゃないですかね。海賊好きな人とかね、もともと映画が好きな人、ジャック・スパロー好きな人とかでしたら絶対満足できると思いますんで、はい、皆さんぜひ体験してみてください。はい、そしてこちらのパイレーツキャンティーナフィエスタ、このアトモスですよね、ミンゲルスのアトモス。はい、こちらもですね、俺今年2回行きました。で、去年と違ってなんか参加できる、演者からね、さあってスカウトされて、あの前に出されるんですけども、俺去年それね選ばれたんですけど、今年はねないね。で、なくて1日5回アトモスがあるんですけど、厳しくなったね。厳しいっていうか、前は先着だったんだけど、今はね整理券配布になってるんですけど、その整理券もですね、あの座席指定になって、めちゃめちゃ厳しくなりましたね。うん、まあいろいろあったんだろうね、すごい。まあでも厳しいぐらいがいいかもしれないね。あのパスポートでちゃんとチェックして、1日1回しか出れないし、で、4人のグループできたらちゃんと4人のテーブルをね、あの固まってみたりとかですね。はい、あのかなりもうきちきちっとこうセグメントされてるので、はい、それはそれで公平感があって個人的にはいいかなと思います。あと海賊アトモスね、これなかなか会えないんだよね。ちょっとね、今まで一度待ったことがないという、うん、なかなか巡り合えないですね。ちょっといつかやってみたいと思います。はい、そしてズブ濡れ、ね、こちらズブ濡れエリア、このゲットウェットのね、ズブ濡れエリアの紹介と、あとね、C ってね、水濡れできるポイント結構あるんだよね。今これ書いてあるんだけども、アクアトピアのね、ズブ濡れバージョンとか、あとアメフロのウォーターフロントパークね、あそこもね、結構噴水で濡れることができるので、意外とね、ランドよりもね、Cの方がね、よく濡れるかなと思います。あ、これ見て見て、このさ、ズブ濡れエリアの解説なんだけど、この赤がよく濡れる、緑がほどほど濡れる、黄色がまあまあちょっぴり濡れるっていうやつなんだけど、これ見て、ここのさ、0番ドックのここも黄色になってる細かいなぁ、すげえなぁ。はい、確かにね、ここもね、はい、入り口出口のとこなので、これね、こう濡れるんだよね。特にこの0番ドックって言われてるここのところはね、最後の最後でバシュバシュバシュってね、あの一番最後にね、各パージ船帰るときにね、最後の最後ね、おまけであるんだよね。だから、そのことを指してるんだろうね。ここまで黄色になってるのは気づかなかったな。はい、めっちゃ細かいですね。あと、リドアレルの後ろもね、若干黄色になってますね。なるほどね、気づかなかった。はい、そして35周年。こちら、オンザシーとハローニーヨーク塗ってますね。オンザシーは、今月8月は、シェリーメイが喋るんだっけな、確かね。オンザシーンもね、昼の時間じゃなくて、夕方やってるので、一応ちゃんとやってくれてるみたいですね。これもしオンザシーンがね、13時、14時でしたら、きっとこれ、公募キャンセルだったでしょうね。はい、そしてハローニューヨーク。ハローニューヨークもね、1回目が16時なんだけど、こちらもね、高温熱キャン何度かあったりしますね。
こちらね抽選ではなくて先着なので、やっぱりねみんなね1回目2回目待つんだよね。でちょっと待つのが結構しんどいので、はい、皆さん無理しないようにね。個人的に夜の回をお勧めします。いやー、俺もね1回目初めて見たのが夜だったんだけど、めちゃくちゃ良かったので、ハロウィンウォークおすすめです。夜の回もおすすめです。はい、あとはハピエストミッキーとかがあったり、サプライズがあったり、誕生日って、この辺は同じなんで割愛します。はい、あとリゾートイノベーション、こちらも割愛します。はい、そしてこちら C の手伝い広告、こちらも花王さんになりますね。はい、こちらもランドと同じような感じになります。はい、続けて裏面のですね、ショースケジュールいきます。はい、8月の C の手で続けてショースケジュール紹介いきます。はい、まずはねゲットウェットになるんですけども、ゲットウェットこれ9月の1日だけはなぜか早いんだね。なんでかな、ちょっと理由がわかんないんだけど、朝9時からってめっちゃ早いね。はい、ゲットウェットもですね、こちら、熱キャンがあったりなかったり、ゲットウェットに熱キャンないのかな、熱バージョンとかって言って、バージョンがちょっと違うんだけども、でもね、大抵やってる気がするな。おそらくね、着ぐるみのキャラがいないからだと思うんだよね。全員顔が出てるので、なんでキャストの健康面考えると、若干 C の方が、オペレーションはしやすいのかもしれませんね。はい、そしてオンザシーが16時40分と、ファンタスミックが20時5分と、この辺わかんないですね。はい、あと BB123 6回、1日6回やる日もあります。あとマイフレダフィーがあってね、ハロウィンよくね。はい、1回目の16時です。ほんと夜回、7時35分と9時5分の回おすすめなんで、ぜひ見てください。そしてアウトオブシャドウランド、実はですね、これアウトオブシャドウランド一回も見てなくて、でこの間やっと見ました。めちゃくちゃ良かったです。もっと早く見ればよかったところが、これ終わっちゃうんですよね。ちょっとこれもね、またちょっと動画で、いつか紹介したいと思います。こちら 1,2,3 1日5回やります。これはですね、暑い時にですねすごい涼めるし、十分休めるので、皆さんこちらをですね、この暑い日ではですね、ぜひアウトオブシャドウランドをですね、スケジュールに組み込んでみてください。こちら本当おすすめです。はい、あとはアプリの紹介ですね。この辺はランドと同じなんで割愛はしょります。はい、続いて裏面のグッズフード紹介ページいきます。はい、8月の C の手でグッズフード紹介ページいきます。まず上半分がパイレーツグッズのフードになりますね。で中段が35周年、下段がダッフィーとか C ならではのグッズって感じになってますね。はい、じゃあ早速いきましょう。まずは海賊グッズになりますね。海賊グッズはですね、はい、こちら前回動画で紹介したんで、詳しくはそっち見てください。なんかね、ジャックスパローなのに青い海賊グッズがあったりするのは今年びっくりだよね。青ねーって感じだよね。でもね、今年のこのミッキーミニーが本当にね、かっこかわいくていいですよね。はい、すごい勇ましいですよね。俺も T シャツ買いました。なんかね、実用的なグッズが今回は多いかなと思いました。普通になんかね、使ったり着れたりね、つけれたりできるよね。めちゃめちゃかっこいいし、かわいいし。はい、海賊グッズいいですよね。はい、そしてフードになるんですけども、まずね、このカフェポルトフィーノ、これは本当美味しかったので、おすすめです。そしてですね、パイレーツプレート、これもね実は食べたんですけどもね、ちょっとレポートはできなかったんですけど、もうこれも食べてます。これもめちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。はい、そしてこちら飲食デリー、これはねまだバルボッサのサンドはまだ食べてないんだよね。ちょっとこれはね、俺飲食デリーは相性悪くて、なんかね美味しい食レポができそうにない感じがして、ちょっと自信がないので、今回はちょっと回避するかもしれません。はい、あとドリンクね、ビアカクテルなんかすごい評判いいよね。あとね、アップルスムージー、これほんと美味しかったんで、これもおすすめです。はい、あとこのスーベニアね、このマグカップが普通にかっこいいので、これはちょっと欲しいですね。あとママビスコッティのこの黒いサンドイッチね、 DB ジョーンズをイメージと、これもねやっぱちょっと俺ね、まんま相性悪いので、これもですねちょっと美味しい食レポできる自信がないので、ちょっとこれ余裕があったら行ってみたいと思います。
はい、そして一旦左行こうか。ちょっと左行きます。はい、カチューシャの紹介があって、こちらみんなへラブとハッピー届けたい。これはなんかランドの方でもあったよね。なるほど。なぜか8月になったらこのグッズ吸引をしてますね。新発売じゃないんだけど何があったんだろうな。はい、そしてこちら、はい、ハピエストメモリーメーカーとタイムセレブレーション、これはランドと同じですね。はい、そして35周年のフード、これこのですね、ベイサイドテイクアウト、こちらですね、ホライズンのテラスの席で、オレンジのチュロスとか売ってたところが新しく売店としてリニューアルオープンしました。寿司ロール、これも食べたいんだけど、これめちゃくちゃ並んでるんだよね。はい、これはですね、ちょっとぜひ背面に行ってちょっとしょね、ぜひ紹介したいです。あとカナレットね、カナレット35周年、ちょっとこれもねぜひ紹介したいんで、皆さんお待ちください。これ絶対食レポします。あとザンビーニの、これは変わってないね、ずっと同じですよね。あとユカタン、これもね、大人のお子様アンチ、これも変わってないですね。はい、この2つはもう紹介済みです。はい、あとはこの辺も変わってないですね。この辺変わってないです。はい、チョコクランチ、ここも変わってないですね。変わってないよね。はい、あとはこちらのカリブソキッチンと、それから冷やし担々麺ね、冷やし担々めちゃくちゃ美味しいんだよね。去年確か食べたと思うんだけど、はい、今年もぜひ食べてみたいと思います。一旦ちょっと左下でまた戻ろうか。はい、日よけ暑さ対策グッズ、こちらランドの方とちょっと紹介するアイテムが違うね。はい、こちら見てください、折りたたみ傘、しかも西雨晴れ雨兼用の傘なんですけど、これね、もう男の人でもね、日傘絶対あった方がいいよ。ちょっとこれね、6500円、4200円高いんだけど、3900円ですごいシンプルな日傘があって、男の人でも全然使えるやつ売ってるので、これはね、ほんと今年、異常気象で暑いので、日傘あった方が全然いいですね。日傘あると全然耐えきれるので、ほんとおすすめです。日傘ぜひ買ってみてください。はい、あとセンスとストールね。はい、そしてダーフィーになるんですけども、このハッピーマーチングファンはずっと続くんだね。で、新しくなるのがもうすぐかな。と8月下旬か9月上旬に確か新しいシリーズなんだよね。なんか、お泊り系だっけ、確か、なんか外泊、確かお泊りグッズになるんだよね。はい、こちらも発売されたら紹介したいと思います。はい、そしてこちら、なんと、あ、これこれこれ、アーモンドクランチやコーヒームース。おお、ちょっとね、これコーヒームースとかね、コーヒー系はちょっと俺好きなので、これはちょっとね、またムースかなんて言わずにちょっと食べてみたいと思います。はい、あとケープコットのハンバーガーがあって、シェイブアイスね、そうそう、シェイブアイスといえばこのマップに載ってないあのポップコーン売り場がね、急遽あのシェイブアイス売り場になったんだよね。今年どんだけ暑いんだよって感じだよな。はい、そしてカレーになります。カレーもですね、3種のカレーがね、カリーだ。カリー、すいません、カリーですね。カズワフードコートのカリーがですね、3種盛りがなくなって、メニューが新しくなりました。なるほどね。意外と3種盛りなくなったの知らないっていう人、コメントで多かったんですけど、そうなんですよ。なくなっちゃったんですよ、3種盛り。ステンレスのね、3つの、カリーの盛り合わせ見ると、なんかね、専門店って感じがすごくしたんだけども、こうやってお皿で出ちゃうとね、なんか専門店っていうか本格的なね、本格味がちょっとやっぱ少なくなっちゃいますよね。まあいろいろあるんだろうね。まあしゃあないしゃあない。はい、以上8月の C のトゥデイ紹介になります。はい、ありがとうね。ではでは。